で腕なんですけど、あ、なんか肩ができる、あ、首ができました。じゃあ右手で左の肩を触ってください。右手左の肩を触る。じゃあ 逆はどうですか。左手でじゃあ首から。なんか面白いな。痛かったですか？大丈夫です。大丈夫。うん。すごいね。すごいね。ハリ。ハリすごいな。お前、俺がハリやるぞ。ハリすごいですね。お前やったの。打ちますか。ちょっと。僕は首にハリやるってなんですか。お前面白くない。そう、爪の間に。ハリアですか。そう、爪の間にハリーできて、ちょっとこのまんまで。ハリアですか。爪の間に。でもちょっと手緩んでますか、ね。あ、本当だ。そうなんだ。俺も思ったんだよ今。うん。びっくりした今。そうなんだわ。この辺ちょっと残ってますけど。うわ。本当だ。今浅く入ってるんで、はい、このまんま上を向いてください。はい、下向いてください。もう一回上向きます。下向きます。次右向きます。左。右。左。左。でまっすぐ向いてください。なんか富山明のキャラクターでそんなのみたいな。なかなかいい面白いやつやってくれるな。本当だ。緩んでますよね。緩んどる、めっちゃ緩んどる。しかも違うキャップじゃん。なかなか面白い。どう考えても色違う。いかに首が手に関係あるか。ね。硬いですね。うん、針が戻ってきて曲がった。本当に。まあ細い針使ってるんでちょっと変えましょうか。曲がった。いやすごいですね。イルミみたいな。またまた。Thank you.
いや、大丈夫ですよ。で、会長、体を反るような感じで背中をピーンとまっすぐ反って上を向いてました。じゃあグーッと下向いていく。ハンナマネージャー上向きます。グーッと体も反ります。グーッと下向きます。上向きます。はい、じゃあまっすぐ向いて止まってください。出たーって大村さん、スケベだな。俺が悪いことになって、スケベハリシだな。もうどころ取れた。まだこれから手やりますけど、手の感じ今どうですか？いや、だいぶ違う。で、ただ今さっきは力入らない、はい、今力入る。そうですよね。そう、首で障害されてたというか。ああ。まず上流は全然違うよ、本当に。上流は、うん、それで良くなってる。まああとはこの実際の現場です。この後ろですよね。うん。こっちは俺からですね。なんで大村さん、この針って使い捨てなんですか？これ使い捨てですよ。あ、そうなんだ、うん、人に刺しまくったの川内さんに刺すっていう。それもいいです。仕上げに歯の隙間をそれで掃除すると。目いっぱい。ナイスですね。中国で何でもあの中古のやつあるじゃん。ハリじゃそんな高くないんですか、これって1本別に。あのメーカーによって違います。あ、ナイキとかだと高いみたいなことですか？まあなんかそうですね、ナイキとかアイダスとか。え、なそれあるの？え、ナイキとかアイダス、ナイキとかじゃないですけど、メイドインジャパンだと高いとか。史上最強日本企業だけど中国生産とか。ナイキのハリとか聞いたことないし。ナイキはないですね。まあなんだなんかアンダーアーマーのやつがあるとか。ピチピチの針とか。そうそう、ヘルメスだと高いとかさ。赤のれんだとか。そう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 。でもヘルメスとかそういうの作りそうですか？はい。なんか直接お前これ売っとる人によるもんだろう。あれはありて。でもヘルメスとかビトンとかってなんかこれビトンなのみたいなやつありません？たまに。そんな。ちょっと響きませんか？あ、ちょっとくるくる。ズンズンと。硬いところ。硬いから打ったんだよね。硬いんですか？ナイスですね。ナイス。ああ、そういう質問いたか。これ、やっぱ針刺されてるんですか？ドーンと来ましたね。痛くはない？針の。痛いというか、なんか注射みたいな。いや、あんなじゃないですね。なんか固まってるものがパーンとこう、うん、解放される感じの。あ、そう。痛いっていうより、なんか筋肉が勝手にドーンと動く感じ。勝手に動く感じだ。うわぁ、こいつですよね。うわぁ、分かるんですね、触っただけで。触ると分かるんです。すごいですね。だから、だんだん何回も触ってるんで、多分俺の体とか分かってきてる。そうですね、それも何回かやってるってことですか？そうだと、でも癖とかが、あと自分でやってるもんで分かってくれるから、俺自分、キックボクシングなんか、ね、首相撲で痛めたって言ったら、大体どこ痛めたか分かるじゃんね、もうやってると。そういう人にやってもらいたいもん。絶対分からんもん。自分が痛めたことないでしょ、ね、分かんないですよ、ね。あと、組みと持ってみないと、どれだけ大変なものかっていうのはさ。うん。響きますか、大丈夫ですか。うん。結構深くまで刺してるんですよ。いや、針が短いから、そんな深くいかないですね。
絶対ミット持ちの痛みとかなんか絶対わかんないよ。やはりささたじ軽く手首を曲げます。怖い怖い怖いですよ。ないですよ。か軽くですよ。手首はい、でパッと緩めてまたグー。怖い怖いですよね。針動いてますから、ね、動いてる。怖いグー。自分で刺しに行っとるみたいな、はい、ズーンと効きますよね。グー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 めっちゃ動いてる。怖いな、なんか。でしょ、楽にしてください。怖い怖い怖い。うるせえな、お前。何が怖いのかなと思って。お前、針刺してて、筋肉動いてるもんで。ああ。なるほど。そうそう、ぐーっと刺してると、なんか針が。ああ、動いたら筋肉がどんどん入っていく感じと。自分で動いて効いちゃうっていう。そう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 。確かに。それは怖いですね。ナイスですね。会長、その怖さを忘れないでください。上から目線に。だってお前、やったことないくせに。でも前に首がこう細くなってますよね。あ、ほんまに平たかったですもんね。ああ、はい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 。そういう方が健康的なんですね。そうですね。キュッと締まってる感じですね。あ、お前が分かってる。お前どうなるんだ。今、手首やった感じ。あ、もう全然違う。全然。あ、今、あ、今取れた。お、そのさっきと比べて、さっき今あの一発目取ったらまだ残ってるかなと思って動かしたら取れてる。痛みが、うん、なんか物を持つと痛いとかしたの。今どうですか。あ、でもちょっと残ってる。残ってる。ちょっと残ってる。うん、ちょっとこの裏側の方。ここだね。ここだね。だいぶ良くなってるってことですか。でも全然違う。うん、さっきこれ力いらんかったから。顔上向くのどうですか。さっきより上向けて、あ、全然向いてる、うん、で右向いてください。あけおめです。あけおめです。これなんかこの辺なんで、なんかだから痛いのはな、直角にしてもらっていいですか。痛っ。直角で拳グッと握ってください。どうなる。これどうですか。うわ、大丈夫。あ、大丈夫ですか。うん、